みんな仮設に入られたり、それから避難したりして中で、やっぱりその集まって、何かして、5月、6月頃になって、まだ瓦礫が多い中でも、いくらかその、漁をしたい、それから何かその売っていきたいという中で、漁師さんたちの方は、なんていうんですか、その福島の原発もありますから、まあ、漁がなってもなかなか、その風評被害であってなかなかそのこちらの方は大丈夫なんだけども、やっぱり遠くの人から見ると福島も宮城も岩手もみんな同じその東北なんですよね。大丈夫なんですよって言ってもなかなか声が届かない。だったらまあ自分たちからその PR してもらう、その少ないもんでもみんなが集まってそれを持ち寄ればそれなりの経済効果にもなる。で集まることによってまたコミュニティも生まれるし、いろんなその情報交換も、まあ、そういう中でじゃ こういうその産直をやりましょうということが地元の人たち中心役、そうですね、今加わっているのは会社の組織もありますけども、45団体で約70人ぐらいが南三陸町の方が中心なんですけども、まあ、気仙沼市、まあ、気仙沼市といっても隣町元吉、旧元吉も、気仙沼市ですから、まあ気仙沼の方から、南は、まあ、女川の方が一社入ってますかね。みんな の, そのコミュニティの場だったりその、経済の活性化になればいいなっていう流れの中でやっぱり一時的なものではないので、やっぱりそれを継続していくということがすごく大事になってくるんですね。皆さんのおかげで本当にこういう立派な施設ができました。でこれを機会にですね、これから地域 その交流、それから経済の発展ということを考えて、それからやっぱりよそから来ていただいてその、南三陸町を知っていただく、それから平成の森に、公共施設もありますので泊まっていただいて来ていただいて、そして、まあ、こちらで、お土産を買っていただけたらいいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。